意外だった。あんたが酒飲みだなんて思わなかったからな。生まれて初めての酒なんだ。え？生まれて初めて酒を飲んだ。こんなにうまいなんて知らなかったな。え、おいシオン、大丈夫か？ボトル半分は軽く飲んでるんだぞ。かなり酔っ払ってんじゃないのか？問題ないけど。なんだか気分が良くて、細かいことでぐじぐじ悩むのがバカバカしくなった。どんな細かいことでぐじぐじ悩んでいたんだ？なんだったろうな、思い出せないや。思い出せないぐらい些細なことだったんだ。どうでもいいことだったんだな。悩み万歳、ワイン万歳。シオン、あんたかなり酔ってるぞ。酔ってるさ、酒を飲んだんだもの。酔って当たり前じゃないか。それとも僕が酔っちゃいけない理由でもあるのか？近い。ん？顔が近い。鼻が触れそうだ。そうか？シオン、まさかあんた絡み酒じゃないよな。絡む？誰に？君にか？ここには小ネズミの他はあんたと俺しかいないからな。ここには小ネズミの他はあんたと俺しかいないからな。どうだ？そっくりだろ。誰に？君に。全く似てないけど。嘘つけ、絶対にそっくりだ。僕は目覚めたんだ。僕にはモノマネの才能がある。もしかしたらモノマネの天才かもしれない。いや、きっと天才だ。天からすごい才能を与えられたんだ。ここには小ネズミの他はあんたと俺しかいないからな。やっぱりそっくりじゃないか。俺のモノマネをして楽しいか？楽しい。また顔が近いと言ってるだろう。最高に楽しい。君といると何もかもが楽しくてたまらない。どうしてこんなに楽しいんだろうな。そうか、それは良かったな。めでたいことだけど、あんた犬貸しのところの犬に随分と感化されたんじゃないか？俺たちは人間だぞ。鼻をすり合わさなくても意思の疎通はできるだろう。俺たちは人間だぞ。鼻をすり合わさなくても意思の疎通はできるだろう。どうだ、これもそっくりだろう。けどネズミ、人ってのはそう簡単に意思の疎通なんてできないんだ。理解したくても理解できないことの方がちゃんと理解できることよりルッと多い。100倍も1000倍も多い。そういうもんら。シオン、あんただんだん路列が回らなくなってきてるぞ。その点犬はいいよな。鼻をくっつけてふんふん匂いを嗅ぐだけで相手のことがわかるんだ。で、ペロペロ舐め合ったりするんだ。俺の顔を舐めたりするなよ。舐めないさ。噛みるくかもしれないけど。バカ、いい加減にしろよ、この酔っ払いが。もういいからさっさと寝ろ。明日の朝二日酔いでうなっても知らないからな。だいたいあんたいくつだよ。16にもなって酒の飲み方も知らないなんて。シオン。おいシオン、どうした？おい、冗談じゃない。こんなところで寝るな。ベッドまで運んでなんかやらないぞ。おい、お前どけシオン。管を巻くだけ巻いた後にあっさりおねんねだって。何なんだこの酔っ払い方は。あ？
Thank you.